はい、バンブーです。今日はトロピコやっていきたいと思います。で、前回動画の尺の関係でカットしてるんですけれども、独立した時に憲法というものを定めてました。で、投票に関するところ、宗教に関するところ、そして軍隊に関するところ、この3つが選べました。投票権は今現在全住民による投票にしてます。で、ここの国民の宗教観ってところでは、政教分離国家ということで、自由に関する幸福度が上昇するような法律を定めてますと、軍隊は職業軍人にしてます。兵士に高校教育が必要になって、その代わり兵士の強さが増加するっていう憲法にしてます。では始めていきましょう。ここの監視党の人が多分足りないマークみたいなのが出てるんですけど、おそらく学校に通えてない人がもともと働いてたから空いてしまったのかなと予想してます。学校って作れるのかな。研究と教育だな。あ、ここにあるわ。高校建てちゃおうぜ。ここだな。もう大体宮殿の近くに建ててくよね。あ、サッカーコートある。サッカー、トロピコ国民はサッカーできるんだ。ここで革命をおすすめしてきたレオン・ケーンさんが来たね。なんか新世界機構とかっていうよくわからんグループに入れられて、会員証と儀式に使う探検とローブを受け取りましたね。あとなんか会費取られるらしくって、毎月第2月曜日に会費を取られるみたいですね。抜け目ねえなこいつ。オッケー。なんだこれ。バオバオって何？やべえ、バオバオ押したらなんか変なの進んだぞ。なんだこれは。なんかゲーム始めるときと同じようなムービーが流れてきましたね。おっと？最初から？なんだこれ？特殊な関係。はい。ここが君の新しい島だ。は？え、新世界機構は君がアメリカ大統領と友好を深めることを望んでいる。君の友人であるペヌルティーモが力を貸してくれるだろう。はあ。輸出によって5000ドル稼ぐ。で、報酬がアメリカ大統領がトロピコに訪問する。はい？え、今までの俺の島はどこ行ったの？また植民地時代に戻ってるな。え、意味わかんないんだけど。いや、俺これ見た。え、ちょっと待って。もう一回セーブして、ちょっとやり直してみますね。いや、結局変わんないな。わかったよ。また植民地時代に戻ってしまった。あいつ一体何者なんだ？今度はでも確かに帝国ではなくて、アメリカのご機嫌取りをしなきゃいけないんだよね。そういうこと？支持も全然少ないのかな。いや、そんなことないな。牛作る。わかったよ。あ、でもいいのか。輸出による収益を5000ドル上げりゃ、とりあえず元の世界に戻れるんだろう。交易しよう。アメリカと交易すりゃいいんだろう。アメリカないぞ。困ったなぁ。研究は？わ、研究も最初からなの？これどういうこと？俺なんか悪かったんだろうな。で、多分やり直しさせられてるんでしょう。お、とりあえず大統領が来るってお約束だけは取り付けられたね。今度はペヌルティーモがなんか言ってんな。絆を作りたいんだったら一緒にお酒を飲もうって言ってる。肝臓の友は心の友とも言います。へえ。アメリカ大統領はギャンブルが好きで有名です。3種類の賭けに勝利する。報酬、アメリカ大統領と友人になる。お、アメリカ大統領がなんか申しておるな。農産物の輸出によって1万ドルの収益を得る。わかったよ。農業発展しよう。アメリカ大統領が言ってる。交易路でいいのがあるか。バナナとトウモロコシか。まずバナナを輸出しよう。なんだこれ。
帝国はトロピコから固定資産税を徴収することを決定しました。はあ、なんだ。まあいい、農業やるぞ。新しい世継ぎ問題が出てきた。あの1回目と同じような、またこいつが腹増しちゃったイベントがあったんだけど、まあ、前やってたからスルーしてたら、やっぱりもう一人新しい子供が生まれたんだね。最初の子がなかったことになるわけじゃないみたいだから、ストーリー的にはちゃんと進んでるんだろうな。このストーリーが謎すぎる。買うマネー、牛に関連した製品の輸出によって1万ドルを得る。はい、わかりましたよ。お、土壌の力、なんか農業で1万ドルは稼げたみたいだ。あ、アメリカとの交易路、いいね。そういうのが欲しかったんだよ。アメリカに肉を輸出しよう。うわ、固定資産税が増額したぞ。これは参った。あ、びっくりマーク出た。あ、今度は採掘および伐採による資源の輸出で1万ドルを得ると。あ、これが大統領との掛け事なんだ。はー、オッケーオッケー。任期だけがちょっと心配なんだよな。あ、新世界機構の助力が入ったぞ。あ、固定資産税を課して君の足を引っ張ろうとは奴らも考えたものだって言ってるから、あれが策略なんだな。わかった、頼んだわレオンケーン。俺もうこのなんか一生ぐるぐる回る生活は嫌だ。あ、ビッグイマーク出てる。おお、ナイス。あ、賄賂を渡すけど1000ドルスイス銀行が必要なんだ。俺スイス銀行にお金入ってないよ。おお、いいタイミングできたな。ここで今スイス銀行にお金を入れよう。で、固定資産税を停止させて、よし、なんか解決方法が見えてきたな。ただ人気がもう少ないんだよな。あ、牛はいけそうだな。採掘だな、次は。鉱山ここにも建てよう。もうあとは祈るだけか。よし、牛による収益も1万超えた。オペラハウスを無料で建設しよう。どれどれ、これか。オペラハウスいいね。港に建てよう。いや、これはいけたな。大丈夫だ、採掘伐採もいける。よし、来た。砦を無料で建設しよう。でけえな、ここ建てとくか。賭け事勝ったよ。あ、固定資産税が再開された。賄賂が足りなかったって最悪、払い損じゃん。お、なんだ、別れの手紙。大統領アメリカに帰んなきゃいけないんだ。アメリカの大統領と友達になった。あ、これでミッションクリアみたいな感じか。次のミッションは戦火の片隅で。はい、あ、今2つ島を所有してるってことになるの。でも俺カヨドフォーチュナの方が好きだからこっち行くわ。さっきのところすげえ適当に作ったもん。あ、帰ってきた。いやー、なんか実家のような安心感があるな。交易路、あ、割り当たってないな。あ、こっち何育ててたっけか。トウモロコシ、麺、これは砂糖、麺輸出したいな。ちょっと待って、ちょっと待って。なんかすげえ来てるぞ。俺、取り手とか設置してないんですけど。兵舎建てるか。もう今更遅い感はあるけど。あ、始まってる。なんだそれ。やべ、1個壊れたぞ。やばい、2個壊れた。あ、3個目も壊れたぞ。これまずいんじゃない？やばい、非常にまずいぞこれは。どうなってる？8分の8。いや、全然ダメージ与えてないじゃん。うわ、最悪全然こいつらダメージ受けてなくない？守備側戦力いないぞ。ここにようやっと一人いるだけだ。そんなん言われても。
すべて再建だ。もう無限に無限に来る。え、何これ、無理すぎんか。イスラロホの軍隊が君の国を攻撃しようとしているぞ。いやもう今俺攻撃されてるんだわ。我が組織の力によってひとまず侵攻を思いとどまらせたが、約束した停戦期間が終了次第彼らは全力で攻撃してくるだろう。あ、なるほどね、ここ今負けるイベントだったのか。はー、くそー。あ、しかもなんかキャラクター変わってきてる。アドリアーナなんていたっけ、いなかったよね。なるほど、こうやって侵略を遅らせるのか。監視塔を5つ所有する。はい、わかりました。あ、外交があるな。俺はどっちにつくべきか。連合国につこう。今友好度高いし、アメリカの大統領と友達になったしな。大使館が必要か。まだか。はい、今日はこの辺でやめておきます。いや、あんなね、また植民地時代に戻るイベントなんか知らなかったら、ハテナマーク浮かびまくるよね、このゲーム。まあ、あれは無事に成功してよかったけれども、次は112ヶ月後の侵攻に備えて、軍備拡張と街の発展をしていきたいなと思っております。というところで、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。